よ。昨日は怖がらせちゃったみたいでごめん。いいよ、遅かったから早く寝ちゃったのかな。でも実際多分エミの親御さんが持ってるんじゃないか。そんなことを考えたことも。どういうことなんだ？じゃあその人が間違い電話とかで電話をかけてくるってことか？俺が好意を持った女性たちに次々に電話をかけるなんて偶然あるわけない。誰かが故意に？まさか。だって電話料金の支払いがあるだろ。たとえ誰かがエミの携帯電話を持っていたとしても請求書はエミの実家に着くはずだ。エミのご両親が死んだ娘の使われるはずのない電話料金を支払うはずがないし、もしご両親が使っていたとしても俺にそこまで嫌がらせをするようなそんな人たちじゃない。契約を確認する必要があるってことか。わかった。エミのご両親に電話して確認してみる。ちょっと待って。それが事故の後、エミの携帯電話は彼女の部屋の机の中にしまってあったらしいんだけど、それがいつの間にかなくなってしまったらしいんだ。事故の後、何人かの友達を彼女の部屋に通したらしいから、もしかしたら誰かが。
それともう一つ、彼女の携帯の契約なんだけど、あれはプリペイド携帯電話だったらしいんだ。だからご両親が支払いを続けているわけではないけれど、まだ使用できる可能性はあるし。誰でもその携帯電話を使い続けることができるってことだな。エミの知り合いの誰かが彼女のプリペイド携帯を持ち出して君への嫌がらせに使っている可能性があるってことだ。でも何のために。じゃあ事故は、非常階段のあの事故は、あれもエミの幽霊の仕業じゃないとすると、本当はそんなこと思ってないだろ。目が泳いでる。調べてみる必要があるな。ほっとした。憎んだり羨んだり、そんなことより、いつも自分より誰かのために、そんな、いくら死んだ後だからって言っても、そんな彼女が俺のこと幽霊になるほど呪って恨んだり憎んだりしているだなんて信じたくなかったんだ。伊吹さんなら今部署に戻ったとこ。残念ね。隠さなくてもいいよ、みんな知ってることだしね。でもあなた実は恋愛経験少ないんじゃない？なんかこないだ青臭いこと言ってなかった？思いやりがあるから好きな人を困らせないとか。私さ、英文科でなんだ。小泉八雲の早くって知ってる？うん。その八雲の話でさ、怖いのがあるの。早く奥さんが死んじゃうのよ。で、その今はの際にね、旦那に約束させるんだ、再婚しないって。旦那は泣いて約束を守るって言うんだけどさ、結局再婚しちゃって、そんで死んだ奥さんが新しい奥さん。怖くって面白いんだけどね。で、後日談。
ヤクモの怪談系の話ってみんな昔話をよく知ってる日本人の奥さんに聞いた話なの。で、ヤクモは奥さんに言うわけ。男にたたればいいのにってね。そしたら奥さんが言うのよ。男は皆そう言います。でも女はそうは思いませんってね。わかる気がしない？女ならさ。いや、この前は取り乱してごめん。もう落ち着いたから。その、一緒に非常階段を調べに行かないか？現場を調べるのは鉄則だし、誰かに突き落とされたとかそういうことはないんだよね。うん、だから何もないかもしれないけど一緒に行こう。俺がいるから、怖くないから。君が倒れていたのがあそこらへん。その前にどこで足が滑ったか覚えてる？どうかした？多分どうだぞ。ああ、誰かが階段にろうを塗り込み、それを後で書き出してる。とにかくこのろうの後、写真を撮っておいた方がいいな。だんだん消えていくだろうし。じゃあ、給湯室に戻ろっか。これではっきりしたようだな。そしてその人間に君が狙われている。でも本当にどうして？エミのことを？ああ。確かにエミはいい子だった。いつも自分より他人のことを大切にして、明るくて誰からも愛されていた。でも君にはエミとは違ういいところがたくさんある。負けず嫌いで頑張り屋で。
誰よりもまっすぐで真剣に生きてる。俺は君とエミを比べることなんてしない。だから変なこと考えちゃダメだぞ。ん？俺も君のことが好きだよ。大丈夫、二人はラブラブだから。そうなんです。実はさ、さっき気づいたんだけど、ちょっと確認したくって。確かあの時、君は広告宣伝部に書類を取りに来たんだよね。なんでエレベーター使わなかったの？ちょっと待って、エレベーターの故障？事故の時、エレベーターは普通に動いてただろ？非常階段の事故直後、俺が君を抱えて一緒にエレベーターに乗ったの覚えてない？その張り紙の件を含めてエレベーターの故障について確認した方が良さそうだね。おや、そういや、非常階段から落ちたんだ。災難だったね。なんだ、君の頼みなら何でも教えてあげちゃうぞ。エレベーター？あ、いや、エレベーターはここ数年一度も故障したことなんてないよ。間違いない。月に一度は点検してもらってて、いい調子なんだよ、あのエレベーター。あのね、社外の人間が中に入るときは必ずチェックするのが当然だろ。しかも修理業者が入るとなったら、表の受付から作業服では入りづらいということで、通用口を通るのが通例でね、必ず守衛室で記名してもらうんだ。ほら、これだよ。エレベーター会社の名前はないだろ。その様子だと怪我はだいぶいいみたいね。みんな心配したのよ。せっかく入ってくれた使いっぱが故障しちゃったらどうしよう。っていうのは冗談だけどね。とりあえず大したことなくてよかったな。エレベーターの故障？
さん、気づかなかったけど、ね、うん、覚えないわね。知らないわ。そういうことなら守衛さんにでも確認した方がいいんじゃない。身だしなみ失格。靴の裏白く汚れてるわよ。何？何か分かった？やっぱりな。そうか。それは誰かが君だけにエレベーターの故障だと思い込ませて、非常階段を使わせるように仕向けた。非常階段と君の靴の裏にロウを塗り、滑りやすくした上で、そういうことになるね。誰かはわからない。だけど危険な相手には間違いない。十分に用心してくれ。